写真拡大。ヤクルト村上宗隆内野手、19が3日、中日16回戦神宮に6番一塁で先発し、2回に22号ツーランを放った。中日先発山井が投じた141キロの直球を左翼スタンドに運んだ。左翼へのアーチはこれで8本目となった村上は、後ろにつなぐ気持ちで打席に入りました。逆らわずにしっかりと自分のスイングができましたとコメントした。これで打点は72となり、1960年に巨人王貞治が高卒2年目シーズンが記録した71打点です。